こんにちは、しおちゃんのお時間です。クラーケンは船を襲い沈める海の怪物として、かつて漁師や船乗りたちから恐れられていました。この話は迷信だと言われ笑い飛ばされてきましたが、近年の研究の結果、伝説の一部は本当なのかもしれないということが分かってきました。科学者はクラーケンの正体がダイオウイカだと考えているのです。そこで今回はダイオウイカの恐ろしい生態について解説していきます。しおちゃんでは生物などを解説しているので、興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。クラーケンとは北欧の伝承に伝わる巨大なイカやタコの姿で描かれる海の怪物です。この怪物について初めて言及したのは北欧を探訪したイタリア人ネグリで、クラーケンについては多くの伝説がありますが、近代の学者は実在のダイオウイカとすれば説明がつくとしています。ダイオウイカは海岸目ダイオウイカ科に分類されるイカで、北米やヨーロッパ付近の大西洋、ハワイや小笠原諸島付近の太平洋で発見例があり、漂着例はアフリカ、南半球、オーストラリア、ニュージーランドでも報告されていることから、極地方や赤道付近を除く地球上に広く分布するとされています。しかし水深700から800メートルほどの深海に生息しているため、あなたたち人間はダイオウイカをめったに見ることができません。そのため研究が非常に難しい生物でした。彼らは未だに謎の多い生き物で、水族館で飼育することもできません。ダイオウイカを飼育できない理由について詳しく知りたい方は、以前の動画ダイオウイカを飼育できない理由がこちらをご覧ください。この漂着したダイオウイカはニュージーランドのウェリントンビーチで漁師によって発見されました。ダイオウイカは 4.2 メートルあり、巨大なイカの横では男性が小さく見えます。動物ギネスブックでは1966年に大西洋バハマ沖で捕獲されたヒレの後端から触腕の先端までの長さが 14.3 メートルの個体が記録として掲載されています。ただしヨーロッパで発見された個体には全長18メートルを超えるものがあったと言われています。さらに2007年2月に捕獲されたダイオウホウズキイカの未成熟の個体が外頭膜だけで250センチメートル、体重450キログラムにも達しており、ダイオウホウズキイカはダイオウイカ以上に巨大なイカである可能性があります。ダイオウホウズキイカが成熟すると触腕を含めた全長が20メートルに達することがあるのではないかとも言われているほどです。これまでダイオウイカが船を攻撃したことが何件か報告されています。アメリカ海軍の軍艦である USS スタインは巨大なイカに襲われたと言われています。1978年、この船のソナードームが複数の切り傷によって損傷を受けました。ソナードームとは船の船首部分に取り付けられた水中音波を発信したり受信したりする装置がある部分のことです。ほぼ全ての切り傷にはイカの触手の吸盤の縁に見られる鋭くて湾曲した爪の残骸がありました。しかもこの爪は当時発見されたどのイカのものよりもはるかに大きいものだったのです。また1989年にはフィリピンの漁師がひっくり返ったボートにしがみついている12人の生存者を救助しています。驚くべきことに生存者らは巨大なイカがボートをひっくり返したと主張しました。船をひっくり返した後、この巨大なイカは彼らを攻撃しませんでしたが、この事件により12歳の少年が溺死しています。2003年には世界一周ヨットレースに参加していた乗組員がフランスのブルターニュを出発してから数時間後にダイオウイカに襲われたと報告しました。イカはヨットに引っかかり2本の触手で舵を防いだとされています。船員がヨットを止めるとこのイカは興味を失いヨットを離したのだそうです。またある目撃者はダイオウイカが時速 40km の速度で移動するボートの周りを泳ぎ攻撃を仕掛けたと報告しています。これは水生動物では驚くべき速度でホホジロザメが狩りを行う時のスピードに匹敵します。ボートの船体が
最大全長が約2メートルを超えるマジェランアイナメに似ていたため、ダイオウイカが勘違いしたのではないかと考えられています。このように実際のところ、クラーケンのようにダイオウイカが大型の船を沈めることはできないものの、小さな船やボートなら十分に転覆させる可能性があります。それではダイオウイカが人間を直接襲うことはあるのでしょうか。アメリカオオアカイカはアカイカ科に属し、胴体の長さが 1.75 メートル、体重50キログラムにまで成長する大型のイカです。このイカは人間に対して攻撃的になる場合があるため、赤いアクマと呼ばれています。彼らは餌を食べている時や、点滅するライトが挑発の合図だと勘違いして攻撃をしてくる場合があります。実際このカメラマンはカメラを破壊されてしまいました。しかしそれ以外は人間を襲うことはないとされ、一緒に泳いだダイバーは実際には攻撃的というよりも好奇心が強いようだと語っています。ダイオウイカは通常人間にとって危険ではなく、実際にダイオウイカに人間が食べられたと言われる報告はありません。しかしそれは彼らが常に無害であるという意味ではありません。ダイオウイカは自身より大きな生き物から身を守るための武器を持っており、脅威を感じた場合人間を殺すのに十分な強さがあります。彼らの天敵であるマッコウクジラの表面には吸盤の跡が発見されており、ただ食べられるだけでなく必死に抵抗しているのです。ここからはもしあなたがダイオウイカに狙われたらどうなるかを見ていきましょう。まずダイオウイカはあなたたちに気づかれないように下からゆっくりと近づきます。この時ダイオウイカは直径25センチにもなる生物界で最大級の目を使ってあなたの存在を捉えています。この巨大な目は光のない深海でも物体を感知することができるのです。そして外透膜に水を取り込んで勢いよく吹き出し、ロート状の器官を推進装置のように使って高速であなたに飛びつき触手で締め付けます。イカの触手は防御と狩猟の両方のために使用されます。タコは8本の腕を持っていますが、イカの腕は8本で、残りの腕2本は吸盤が先端に集中する触腕です。吸盤にはスパイクのような歯のついた角質の輪が見られ、筋肉の収縮を利用するタコの吸盤とは構造が異なります。ダイオウイカとダイオウホウズキイカは世界最大の触手を持っており、吸盤は800キロパスカルの吸引力を生み出すことができます。ただダイオウイカは捕らえたあなたをその場でむさぼり食うわけではありません。彼らにとって天敵のいない安全な深海にあなたを引きずり込むのです。この速度は非常に速く、間違いなく急速に変化する圧力のため、あなたの鼓膜は確実に破裂するでしょう。頭足類の口はオウムのくちばしに似ています。このくちばしはキチンからなる丈夫な構造です。ダイオウイカはこのくちばしを使って獲物の肉をスライスし、狭い食道を通ることができるようにします。これまでに記録されたダイオウイカの最大のくちばしは長さが 4.9 センチです。ダイオウイカは光線を食い破るほど強いこのくちばしを使ってあなたを細かく切り刻んで食べてしまうでしょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。